目覚ましメディアオリジナル連載林由香のガチ推しライフログついに始まりました。いや私これ初めての連載なんですけれども、旅行やコスメやディズニーなどたくさん好きなものがありますので、その好きなことについてここでお話しさせていただきたいと思います。記念すべき1回目はこちら、ファースト写真集メモリーレーン92614について話していきたいと思います。いやもう大興奮ですよ。初めて実物今日見たんですけど、自分がずっと思い描いてた作りたかった写真集が形になっているのを見てすごく感動しました。この表紙が質感が私はすごく気に入っていて、すごく見て嬉しかったです。メモリーレーンというのが思い出がたくさん詰まっている場所という意味を込めてつけたんですけれども、この数字92614はアメリカに住んでいた時の実際の住所の郵便番号だったので、すごく思い入れがある数字で今回タイトルに入れさせていただきました。私の幼少期から今までの全てが詰まった写真集になっていると思います。実際に小さい頃の写真も入っていたり、小さい頃に撮った写真を同じ場所で再現したりなどもしていて、すごく懐かしい気持ちで撮影しました。1歳から9歳になる直前までアメリカのロサンゼルスに住んでいて、今に至るまでのすごく大きな部分を担ってくれていた場所だったので、もう写真集撮りたいなら絶対ロサンゼルスと決めていて、やっぱり自分の中でも一番思い入れのある場所ですし、お仕事でロサンゼルスに戻りたいっていう夢が一つあったのでロサンゼルスにしました。本当に一番好きな場所と言っても過言ではないぐらい大好きな場所で、今も行くとすごく落ち着きますし、なんだかちょっと家に帰ったような、地元に帰ったような気持ちになります。私が住んでいたところは歩いてるだけでなんか、今日そのスカート可愛いねとか、おはようとか、みんなが挨拶を交わすような場所だったので、みんな友達ではないですけどいろいろな方と話す機会が多いので、なんか自分自身もアメリカに行くとすごい気持ちが明るくなる気がします。アメリカだからこそ出た表情とかもあるなと私は思っていて、アメリカに行くとなんかちょっと人が変わるじゃないですけど、自由奔放な感じだったり本当にリラックスしてる表情というのがこの写真集に集まってるんじゃないかなと思うので、そこら辺も見ていただけたら嬉しいです。一冊にこんなに詰まってることあるというくらい本当に特別なところたくさん回らせていただきました。いや贅沢ですよね。こんなことないですよね。信じられないです今も本当に。この写真集撮るって決まってからジムに通い始めました。どこを鍛えようとかあったんですか？足ですね。アメリカに行くからには露出のある服を着たいなと思って、あと写真集ってなかなかある機会じゃないと思うので、自分の着たいなと思ったお洋服を着るために頑張ろうと思いました。4ヶ月くらい週に2回行きました。仲のいいトレーナーさんがいて、その方がそのメニューとかも組んでくださったので、体を動かすことも昔から好きなんですけど、筋トレが得意じゃなくて、本当に筋トレって痛いじゃないですか。なのでもう全然得意じゃないんですけど、でもやっぱり写真集のためにはちゃんと仕上げないとと思って頑張りました。毎回1時間のトレーニングやってたんですけど、基本的に半分は足のトレーニングをやって、ここの足の周りにゴムをつけてちょっと足を肩幅ぐらいに広げて足踏みその場でするっていうトレーニングは毎回やって、あとは重りを持ちながらスクワットじゃないですけど、この伸び縮みをするトレーニングが毎回きつかったです。あと腹筋も毎回やってました。足を伸ばしてあげるみたいな突き上げ、これを毎回2回1分ずつと、あとここにボール挟んでこの状態でこの足を上下に上げ下げするっていうのも1分2セットやりました。
で毎回私も痛いって言ってました。私気が抜くとちょっとポコンって出る時あるんですけど、この時出てなかったのでよかったもう4ヶ月はもうとにかくなんかもう夢中だったので、どれぐらい細くなったかっていうのが自分の中で全然分からなかったんですけど、行ってみて実際衣装を着てみると足が引き締まってると思ってちょっと感動しました。写真撮って母に送ってました足が細いんだけどとか言ってでもトレーナーさんにも送ってすごい喜んでくださったので頑張ってよかったなと。今は週に1回にしました週1でもう私は精一杯です。写真集の2週間前くらいは炭水化物は抜かないですけど、まあお腹空いたら納豆を食べるとか、私すぐお菓子とか食べちゃうので朝昼晩なんか口に入れたもの全部送ってって言われて、その毎日送って、でも送ることによってお菓子だと罪悪感が湧いてくるんですよ。で、あ、やめとこっていうのがあったので、それがすごく効きました。でもいろいろ食べすぎて、なんか裏で多分いろいろ食べてるんですよ。ここの写真集に載ってないものもたくさん食べてるんで、スーパーとかでお買い物したカットもあるんですけど、実際にそこで大量買いし、ずっとお菓子食べてました。こういう丸いドーナツ、アイシングドーナツみたいなのが昔から一口スナックにちょうどよくてよく食べてるんですけど、これもともとここで食べると予定してなかったんですけど、歩きながらおいしそうって言うと食べるかって言ってくれるのでそれでいろいろ食べてましたね。もう大好きなんですよ、このアメリカのご飯が。もう4日間だしと思って思う存分食べましたいいですか、お見せしても。まずこちらのカットがお気に入りです。住んでいたお家から徒歩5分くらいの湖でして、2歳くらいの時からいつもここに散歩に来てました。本当に友達がまだいない時からここに散歩に来て、アヒルとかウサギがたくさんいたんですけど、この湖の周りにいるアヒルが友達みたいな感じで、本当に赤ちゃんの時からの思い出が詰まっている場所です。こちらの写真が弟と小さい頃撮った写真なんですけれども、今回お友達のワンちゃんと一緒にこの写真を再現させていただきました。学校に通う時も必ず通る場所だったので、大人になってから行くっていうのがまたなんだか感慨深いというか、いろいろな思い出が歩きながら蘇ってきました。このワンちゃんもアメリカに遊びに行くたびにいつも仲良くしてくれるワンちゃんなので一緒に撮影できて嬉しかったです。昔からの私にとってすごく特別な存在である方々に会えたのはすごく嬉しかったですね。もうアメリカの日差しが強烈すぎて、もう全然目が開かない瞬間とかもあって、もう直前までサングラスとかして頑張って目を開けました広い空が大好きで、大好きなんですけど、やっぱり撮影となると眩しすぎてもずっとこうなっちゃう、ずっとこんな顔してるショットとかもあったと思うんですけど行きます。こちらです。これは友人のお家で撮影させていただきました。アメリカに遊びに行くためにこのお家に泊まらせてもらっていて、本当に家族のような存在の方のお家なので、なんだかちょっと表情も全部リラックスして撮ることができました。いつもこのソファーでダラーンとしていたりするので、本当にそういうカットも何枚か入ってます。で、実際にその撮影する時もその友達がいてくれて、本当に親戚のような存在なので、一緒に会話とかしながら撮影を楽しみました。そういうハウススタジオとかで撮影しようかとなった時に、思い入れのある場所をたくさん入れたかったので、その時に一番最初に思い浮かんだのがこの友人宅だったの で、お願いしたらすぐにいいよ、うちでいいのって言われましたけど本当に行かせていただけてよかったです。これ結構好きかもしれないです。いいですか、こちらのページです。これはアメリカのロサンゼルス市内で撮影したんですけど、実はあんまり市内に行ったことが今までなくて、なのでちょっと観光してるような気分になったんですけれども、
このアメリカの後ろの旗もそうですし、ヤシの木もそうですし、なんか広々とした空間がすごく好きで、あと映画とかでもよく見るような街並みだったので、すごく私自身も興奮しました。アカデミー賞がちょうどやってて、でもうすごいこのいろんなところが規制されていたり、本当レッドカーペットがでも引かれてて、たまたまその日に撮影を行ったんですけど、それはそれでまたちょっとお祭りのような LA の街並みを楽しめてよかったです。この衣装を私が着たいと衣装さんになんとなくイメージで見せて、で直前に持ってきてくださったので、それも着れて嬉しかったです。なんか海外ドラマでこういうお洋服を昔に見たことがあって、それをずっと覚えてて、こういうお洋服着てみたいって思って、そのスタイリストさんにお願いしました。結構こういうお洋服好きです。デニムが好きなので、デニムにこういうなんかブラウスだったり、夏にはぴったりですよね。衣装とかにも注目していただけたら嬉しいです。私が好きな衣装だったり、私らしい衣装がたくさん入ってると思います。本当に全部決めさせていただきました。ララランドが本当に大好きで、黒いワンピースのカットはララランドでの撮影で使われたステーキハウスで撮ったカットなんですけど、劇中では青のドレスだったり緑のドレスだったり、本当にカラフルな衣装がたくさん出てきたんですけど、私も大人っぽく一色で決めたいなと思って黒の衣装にしました。結構白と黒が好きなので、シンプルな色合いが好きで、なかなか朝の衣装だとそういうのは少ないじゃないですか。なので今回の写真集だからこそ、普段私が着ている私服だったり、ずっと着てみたかったお洋服だったり、結構ラフなお洋服とかもあるので、そういうカットにも注目していただきたいです。いいですか、こちらです。本当に海が大好きで、アメリカにいた時は西海岸住んでいたので、もうずっと海が近い環境で育って、日本に帰ってからずっと横浜の方にいたので、もう常に海が近くにあって、どうしても海のカットを入れたくてここで撮影したんですけど、家から10分15分くらいの距離だったので、よくお散歩にも行ってましたし、やっぱりこの広々とした海と波と、私このヤシの木が大好きで、ロサンゼルスといえばヤシの木と海とっていうイメージが私の中であるので、本当にここでは空間に癒されました。海に合う衣装を考えた時に、やっぱり白でシンプルな、ちょっと透け感のある感じの衣装がいいかなと思って、こちらのワンピースにしました。その写真集の衣装合わせが出発の2日前だったんですよ。でその時に持ってきてくれた衣装が、割と普段お仕事とかで着るような衣装が多くて、でスタイリストさんにのこういうお洋服を着たいっていろいろ見せていったら、本当に大変だったと思うんですけれども、2日間でたくさん集めてきてくれて本当に感謝してます。海での撮影はもう思ったように好きなように動いていいよと言ってくださって、ただただあ海気持ちいいみたいな感じで、本当に思ったままの感情を撮っていただきました。なんか大人になってから来たんだっていういろいろな思いが込み上げてきて、ちょっと撮影しながらもジーンとしてしまいました。私今もなんですけど、海を見るとすごく気持ちが浄化されるというか、リラックスもしますし、本当に癒されるので、この西海岸のいつも行ってた海で撮影できたというのはすごくジーンとくるものがありました。とこの夕日の時間帯がちょうど良くて、天気にも恵まれたので良かったです。本当にこれを見れば私の全てが分かるんじゃないかというくらい、私の素が詰まってます。とやっぱりこのカリフォルニアの景色というのも皆さんにも楽しんでいただけたら嬉しいです。赤ちゃんの時から小中高の昔からの写真も懐かしい写真もたくさん入れさせていただいたので、本当に22年間の
私が詰まってます。最後まで動画をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。この動画へのいいねやコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いします。フジテレビアナウンサー軽部真一と井上聖香でした。どうも。